私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時40分だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私たちは愛小町愛の里で練習している わらべ歌エコーです。私たちわらべ歌エコーは現在20名の団員で活動しています。大きな声を出して大好きな歌を歌うのを楽しみ、みんなが集まってきます。コーラスでは歌詞に込められた思いを大切に表現することを心がけています。毎月第1と第3の火曜日に練習をしております。時間は午後1時半から3時半までです。全てをもう忘れて、もうそれに打ち込んで、本当に楽しい至福の時間というか、もう生きがいを感じる、そういう時間なんです。本当に楽しく歌を歌い、和やかにしております。皆さん見学でも、またサークルにも入っていただきたいです。お待ちしております。元気にハーモニーを響かせます。アミンチュ。私立大津市民病院救急外来 ER 大津は24時間365日救急患者さんを受け入れています。番号は 525-0299 大津救急まで。 J のおっさんやで。イエイエイ。滋賀の美味しいお野菜、特産品を紹介する JA のおっさん。今回は JA 滋賀蒲生町さんのお野菜が並ぶ春菜館さくらに行ってきましたよ。現場の JA のおっさん、どこまでからこんにちは。バフバフ。春菜館さくらさんに来らったね。よいしょよいしょ。イートインカレーうどんあるで。あ、うどん250円やって。めちゃめちゃお買い得ですね。店長、売り場には新鮮な冬野菜が並んでますね。はい、たくさん揃えております。今日も、おなじみの、キャベツとか、案内してくれるの、みよみよ。はい、それからブロッコリー、今日はね、ブロッコリーの入荷が非常に生産者さんたくさん持ってきていただいております。ほんまや、めちゃめちゃ並んでるね。大きなブロッコリー、ちょんまげで言うたら、この産のちょんまげぐらい大きなブロッコリーやね。そうですね。まあまあ、食べ応えがありますね。はい、地元の飲食店の方も新鮮野菜購入されていましたよ。店の方でお野菜と卵を使わせてもらって料理を出しているので、はい、いつも利用させていただいてます。うちの店はできるだけ地場産にこだわってますので、はい、地元の方が作っていただいているお野菜と、それから卵を使って美味しい料理をお客さんに提供できるように、こちらを利用させていただいてます。 JA のおさん、玄関でうどん250円の看板見つけましたよね。新しくできたイートインコーナーでそのおうどんが食べられるんです。お食事はいただけるというね、コーナーになっております。ほんまに見渡せるな。あそこのコーナーで作った、ご飯物、惣菜とか、はい、お惣菜召し上がっていただくことができるコーナーになっております。なるほどな。おうどんと
カレーのお値段を聞きたいね。はい、おうどんが250円。カレーが350円。カレーが350円。いや、何やで。ほんまですね。当然税込みなんですが、この努力をしていただいてますのはこちらにスペースがありますが、ここで作った暮らしの会という女性グループのメンバーが提供していただいてるんです。なるほど、他の方がやってくれたのか、そんなリーズナブルに提供できるんや。そうなんです。中には生産者として商品を納品していただいた、そのついでにっていうか、まあここで厨房で働いていただいたりもしておりますね。イートインスペースも食材もスタッフの方も全部地元で、なここはもう地元だらけ、地元尽くしやな。そうなんですね。旬菜館さくらの名物お惣菜コーナーにはボリュームたっぷりのお弁当やおかずがあるので、こちらも大人気。これの地のもの使っとるのは安心できますよね。お弁当はうどんやカレーと合わせてオリジナル定食にもできますね。さらに旬菜館さくらは学習の場にもなっているそうなんです。地元の蒲生西小学校や蒲生北小学校の生徒さんが直売所の仕事を学んで、自分たちでポスターやより売れるための企画などを提案したり、実際に野菜を収穫して売る体験もされたそうなんです。こうした地域のコミュニティになっている直売所、いいですね。皆さんも新鮮野菜と超お得なイートインコーナーがある旬菜館さくらにぜひ来てくださいね。合言葉は JA。 皆さんご一緒に JA。 愛称町越川公民館で活動しているみゆきアートフラワーです。白い布をカットし染色し、自然な花に近い花を表現できたらと思い創作をしています。年に2回の町の発表会、銀行の展示、歴史資料館にも展示しておりますので、また見に来ていただければ幸いです。活動日は月に2回第2、第4の火曜日9時半から11日までです。若い方から年配の方まで、それぞれ自分の好きな季節の花を作ります。見学は大歓迎です。お待ちしております。自分の好きなお花を先生に教えていただきながら作っております。作っている間は世間話をしながら楽しくやっております。素敵な作品作りに挑戦しています。アミンチュ。フレ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 。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュ。例えばこんな動画がいっぱいです。懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かしが。いよいよ入試シーズン。これは1973年の高校入試の様子じゃ。何気なく談笑しているように見えるが、内心の緊張が伝わってくるぞい。どんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。フレ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 アミンチュ。
私たち日本民謡賞味会は日本各地の生活の中から生まれた民謡を心お腹の底から歌ったり三味線で弾いたりして楽しんでおります。また老人ホームの施設とかサロンへのボランティアに行って一緒に歌って喜んでいただいております。活動日は月3回土曜日の9時半から12時までです。馴染みの曲を皆さんと一緒に歌ったりするととてもその場が和んで皆さん一生懸命歌ってくださるのがとても嬉しいです。どなたでも結構なんですけれども民謡に興味のある方ぜひ覗いてみていただきたいなと思います。みんなに楽しんでもらえるように頑張ります。アミンジュ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。意味わかんない。ポンポン見逃し配信やってるで。ウェブアミンジュで。